一人じゃない。現在私はパリコレ出演をかけた TikTok のオーディションに参加しています。残された唯一の方法は TikTok 配信。私のモデル人生でずっと立ち下がっている壁、この先生涯ないと思うのでこの機会絶対逃したくないです。リアルオーディションとは違ってファンの皆さんの応援力で、全力で頑張りますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、島田レオです。現在私はパリコレ出演をかけた TikTok のオーディションに参加しています。リアルオーディションとは違ってファンの皆さんの応援力で、なんていうんですかね、ランキングを極めていく、上位を目指していくっていうようなものになります。まあ、正直なところですね、一人でオーディションするよりも心強く、私としては TikTok オーディションを絶対1位を取りたいと思っています。ここで1位を取ることによってファンのみんなが応援してよかった、ついてきてよかった、島田を見てきてよかった、そう思ってもらえるように日々頑張っています。まあ、頑張りの一つとしてですね、即興ラップとかもやってます。よかったら遊びに来てください。バイバーイ、島田レオです。TikTok ライブオーディションに参加中のまゆこです。このオーディションはライブで挑戦している姿を見てもらえるので、私が活動している中で大切にしている私の挑戦で誰かを勇気づけたいということが同時にできる素晴らしいオーディションだと感じています。30代でモデルの頃だし、162センチである私を見て常に勇気をもらいましたという嬉しいお言葉もいただいています。最後まで諦めずに走り抜けたいと思います。こんにちは、ミオンです。 ASTJ オーディション TikTok 部門に参加させていただいています。一般部門にもチャレンジしましたが一次審査で落ちてしまいました。私がパリコレを歩くために残された唯一の方法は TikTok 配信上位2名に入ること、この一つです。 TikTok 配信でパリコレを歩けるという機会もなかなかないので、必ずこの機会をものにしたいと思います。全力で頑張りますのでよろしくお願いいたします。山岸アンナです。アフリカのガーナをルーツに持ったイギリス人と日本人のハーフです。普段はシンガーをしております。今まで自分自身で自分の可能性を決めつけていろいろと諦めてきてしまってたんですが、そんな自分を変えたいと思ったタイミングでこちらのオーディションを知り応募させていただきました。一般部門の方は残念ながら落ちてしまったんですが、こちらの TikTok 配信部門で最後まで諦めずにパリコレを目指して頑張りたいと思っております。応援よろしくお願いします。こんにちは、なぎあいです。現在パリコレ出演をかけたオーディションに参戦中。状況としましては一次審査落ちまして、しかしながら敗者復活戦にて復活、二次審査を先日終えたところで、スチール撮影の結果待ちの状況なんですけれども、2月1日まで TikTok ライブ配信オーディションにも参戦中です。2月1日朝8時までは毎日 TikTok にてライブ配信を行っております。いつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます。まだ来てないという方もぜひとも TikTok のライブ配信にお越しいただきまして応援していただけると大変嬉しいです。もう絶対パリコレ行きたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、 TikTok をご覧の皆さんおはようございます。七重ミランです。この TikTok ライブオーディションでですね、私のモデル人生でずっと立ち下がっている壁、170センチの壁を越え、フランス・パリの地でケミさんのデザインするお洋服を着てファッションショーを歩きたいんです。絶対に皆さんどうぞこの七重ミランに清き1ポイントを応援よろしくお願いします。フランス・パリの地でねファッションショーに出るという大きな夢をここにいる皆さんと一緒に叶えていきたいと思いますので、最後までどうぞ応援よろしくお願いします。七重ミランでした。ありがとうございます。プラスサイズモデルのももか愛です。私は一般部門からもオーディションに参加していて、正直ケミさんに選んでもらいたいというのが一番の本心なんですけれども、
今の自分の持っている力を最大限に出し切って、また新しく応援していただいているファンの皆さんの思いも背負って、一緒にパリに行きたいという思いで TikTok オーディションも参加しています。正直今までライブ配信系本格的にやったことはもう本当になくって、初めてなので、自分でもどこまでいけるかわからないんですけれども、チャレンジすることを楽しんでいる姿をまた皆さんに届けられたらいいなとも思っています。最後まで頑張りますので応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、カモセイナです。はい、TikTok ライブの審査の方も1月からスタートしました。TikTok ライブは、初の試みなので試行錯誤しているんですけれども、パリコレのランウェイを絶対に歩きたいので、ぜひともギフ投げで応援してくださったら嬉しいです。最低1日1時間を目標に配信しているので、私の中身も知っていただいて、お気軽に見に来てください。お待ちしております。はい、ぐんまちゃん T シャツからこんにちは長谷川アンナです。今回 TikTok ライブオーディションの方エントリーしております。現在、多分ね真ん中ぐらいかなと思うんですけれども、絶対ね上位2名までに下克上してやるぞということで頑張っていきます。よろしくお願いします。静香です。年齢が今年35歳、身長が166センチです。私はモデルのお仕事がすごく好きで、海外も大好きです。今回まさかのパリコレのランウェイをかけた TikTok オーディションが開催されると聞いて、これは参加するしかないと思い、現在今途中ではありますが参加させていただいております。年齢と身長容姿関係ないっていうのがもうこの先生涯ないと思うので、この機会絶対逃したくないです。全力で頑張ります。普段オーディションは一人なんですけれども、今回は皆さんの応援をいただいての TikTok でのオーディションなので、一人じゃない、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ということで島だれをTikTok オーディションに通過しました。ありがとうございます。28日間の戦いは本当にそれはそれは長く感じました。しかし終わってみるとあっという間だった気もします。結果発表まで3日間あったんですが、3日間本当に本当に胃が痛かったし不安で、本当に28日間の本当にたくさんの時間や努力やいろんな人の思いをが無駄になっちゃってるんじゃないかなっていうことでも本当に不安に思ってました。なのでもう本当に今は胸をなで下ろし、感動し、喜び、もう本当に胸がいっぱいです。でですね、この28日間共に戦ってくれたファンのみんな、そして共に不安を分かち合い、かつ団結し、そして最終的には一緒にその通過したことに涙を流してくれた、もう本当にかけがえのない28日間でした。私にとっては本当に初めてのガチイベントだったなと思いますということで、これからも島田レオの応援よろしくお願いします。皆さんパリに行くぞ。こんにちは、静香です。この度は TikTok ライブオーディションに参加させていただき、皆様のたくさんの応援のおかげさまで今回この結果を出せたことに本当に感謝しております。ケミアクタミさん、このような機会をいただき本当にありがとうございます。身長と年齢がネックだった私には夢のような機会をいただきました。自分の今後のモデル人生がかかっていると言っても過言ではないので、この結果をいただいて応援していただいた皆様には感謝してもしきれません。
本当にありがとうございます。これからはウォーキングレッスン、体作りなどショー本番に向けてコンディションを最高の状態に持っていけるよう尽力いたします。ケミアクタミさんにもお会いできるのを本当に楽しみにしています。皆様、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。